野崎酒造は、東京都飽きるの首都倉に本社及び工場を置く、日本の酒造会社。現在、東京にて伝統を守っている10件の酒造業者の一つである。越後生まれの農家の次男、野崎喜三郎は、幕末の1862年の16歳の時に、江戸に出てきた。当時として、各地で経験を積んでいた時、西多摩郡と倉村で菓子倉があるということを聞き、 独立して酒造に携わることを決意したのが始まり。そして、1884年、野崎喜三郎によって、野崎酒造が創業された。当初は、資金200円を用立てて、初年度105国の酒を作った。現在、五代目、野崎三栄が、吉政ブランドの日本酒を、醸造を販売する、老舗酒造メーカーである。明治初期は、野崎酒造の屋号を、 中村屋としていた。明治中期頃、酒に名前をつけることが流行った。当初は、木三郎の、気を取り、気笑いとしていたが、酒は仏事にも使うため具合が悪いので、正しいに変えて、吉政とした。吉政の仕込み水は、徳良城さんより湧く、伏流水を使用している。古くから、徳良の人々の生活水として使われ、現在も大切に維持管理されている。 水質は、やや軟質で、酒の品質を劣化させる、鉄、マンガンが非常に、少なく、酒作りに適している。吉政の酒作りは、昔ながらの手仕込みで行っている。昨今、機械化が進む中で、現在でも、古式を用い、酒造米、精米、仙米、紳士、蒸し、本仕込み、醸造、露化、火入れ、殺菌、瓶詰め、製品と、 当時が手間をかけ仕込んでいく手作り酒、ありがとうございます。